目が覚めたようだね。端的に言わせてもらうとしよう。浄化装置のコードを教えてもらおうか。今すぐここでな。私が言ってあげよう。君は負けたのだよ。正義が勝ったのだ。今は未解決事項の処理中というわけだ。浄化装置は手に入れた。あとはコードさえ分かれば起動できるのだ。さあコードを教えたまえ。あまり面倒をかけさせないでもらいたいのだよ。生きて返してやってもいいんだ。どうかね。これはママが大好きだった一節で、ヨハネの黙示録21章6節だよ。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませ。ママが大好きだったんだよ。分かっているだろう。それなしでは浄化装置を起動できない。起動が遅れれば遅れるほど、より多くの人が苦しむのだよ。私の忍耐も限界だぞ、若造。コードを言え。今すぐにだ。嘘をつくな。大佐、ちょっと来てくれないか。大統領閣下、承知いたしました。すぐにそちらに向かいます。よろしい。はい、閣下。ついに一人きりだな。オータム大佐の態度については謝罪する。彼は最近大きなストレスを感じているんだよ。君は私が誰だか分かっているだろう。私のラジオ放送を聞いたことがあるはずだ。君と顔を合わせて直接話をしたい。我々が話し合うべきことがいくつかあるはずだ。君の荷物はドアの近くにあるロッカーに入っている。通路も開放しよう。君の拘束も解除しよう。オフィスで待っている。グズグズするなよ。よし、動くな。お前は抑留房にいるはずだ。どこへも行けんぞ。隣にガードの一団がいる。他に行くところがあるんだ。レイブロックの全職員に次ぐ。こちら大統領だ。ボルト101から私のオフィスに客人を招いた。彼の邪魔をしないでくれ。協力に改革して再編成。ボルト101の囚人はその場で射殺せよ。繰り返す。その場で射殺せよ。これは命令である。
会えたな。この前は楽しかったよ。君がたどり着けたことを嬉しく思っている。この旅は私が予定したことではなかったが、君の能力を試すにはいい機会だった。君は親切だな。私こそ君と会えて光栄に思うよ。いつか君と知り合えることをずっと願っていたんだ。若き友人よ、話したいことがたくさんある。この国を誰にとっても素晴らしい場所にするチャンスが君と私の手の中にある。チャンスを無駄にはできない。それを忘れるな。私が君に大きな信頼を置いていることを分かってくれ。君が今ここにいる、それが証拠だ。寒々とした光景だと思わないか？確かに合衆国は厳しい時期を迎えている。だが乗り越えられる。君には合衆国を救う力がある。あとは行動を起こすだけだ。君に求めていることの説明が必要だな。そうすれば君もなぜそれがなされる必要があるのか理解し、思いも変わるだろう。ミュータントがはびこっている間は、この国の善良な国民の手に支配力が戻ることはない。軍事力ではこの流れを止められない。君が接触したカルト宗教、ブラザーフッド・オブ・スティールでも無理だ。新しい世界を作る前に、スーパーミュータントやグールをこの社会、この世界から消し去らなくてはならない。他の手段は失敗に終わったが、君の父の研究なら成功する。分かってくれると思っていたよ。浄化装置が起動すれば、搾取を続けるミュータントを抹殺するための毒を生み出すことができるようになる。装置を長く稼働させれば、それだけ世界は浄化される。動かせるかどうか、必要な改造が進んでいるかどうかを確認してほしい。君の前に改良型 FEV ウイルスが入った小瓶がある。浄化操作の手順に従って、そして浄化装置の起動に必要なコードを入力する。あとは自動的に処理が開始される。作業は単純なものだ。分かった。その小瓶を持っていかないならここから出すつもり。オータム大佐は確かに信頼に足る部下だ。オータム大佐と私は最近目と目を合わせていない。文字通りの意味でね。大佐は善人だ。ウェイストランドの問題への最善の対処について私とは意見が合わなかった。大佐は自分の客観的な立場を捨てた。部下の人間たちに命じて、今では公然と私の命令に反抗している。もう彼を信用することはできない。私は君を選んだ。君が対局を理解し、目下の問題が何なのかを理解できることを祈っている。もちろん成功すればエンクレーブでの地位を約束する。おそらく私の腹心として活躍できるだろう。そうか、続けてくれ。この国で選挙ができると思っているのかね。無理な話だ。この国を立て直し、この大地に文明を取り戻す。そうすれば我々はかつて存在した世界に戻れるだろう。人間と違って私に間違いはない。そのようにプログラムされたからだ。処理中、内部論理エラーを発見。一時メモリ回路をリセット中。そのまま待機せよ。おそらく問題が発生した。私には手順がわからない。命令を分析中、新しい行動が命令されました。自己破壊シーケンスを開始。民間人は FEV ウイルスを
爆発性のある低圧から避け、安全を確保せよ。民間人は施設からすぐに退出するように。お前ならきっと生き延びていると思っていたのさ。だから助け出して恩返しがしたかったんだ。お前が囚われるのを見て後をつけてきたのさ。なんとかしてお前を救出しようと思ってな。自由にしてくれた礼をしたかったんだ。それにお前はこの世界で唯一の友人だからな。ありがたい誘いだが、断らねばならん。この世界をもっと知りたいのさ。南に大きな歴史博物館があるらしい。そこへ行こうと思っている。さらばだ。いつか共に行動する日が来るかもしれん。そうするだけの価値がある目的をお前が見つけた時にな。